荒子駅は愛知県名古屋市中川区吉良町にある名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線の駅である。駅番号は安霊4。終わり四観音の一つ、荒子観音の北東側にある。島式ホーム一面二線を有する森土城の高架駅。バリアフリーの対応としてエレベーターを一気配置。上下線のホームに安全対策として、 可動式ホーム柵を設置国鉄時代に、関西本線四日市駅方面に名古屋港線、名古屋貨物ターミナル駅方面を結ぶ貨物列車のために、現在の当駅小本駅間から分岐して、関西本線八田駅に至るデルタ線が計画されたが、南方貨物線計画頓挫とともに断念された。現在、取得してあった用地は道路及び、 住宅地に転用されている。通常は無人駅であり、中島駅が当駅を管理している。名古屋市の統計によると、当駅の1日平均乗車辞任は以下の通り推移している。青波線は名古屋駅が起点、終点で、荒子駅は途中駅だが、荒子駅の西へ700メートルほど向かったところに、名駅、堺などを通り越して、 名古屋の東端の藤ヶ丘に達する地下鉄東山線の始発終着駅である高畑駅があるため荒子駅としては利用者確保に苦戦を強いられているが名古屋駅までの所要時間は地下鉄よりも青波線の方が短く青波線は名古屋駅までの途中駅も少ないので年々利用者数は増加傾向にあるロータリーの前田都市への木場造駅前のロータリーには 嵐子生まれの戦国武将、前田利家の偉人の騎馬像が設置されている。東駅と高畑駅を中心としたエリアに、中川区の公共、行政機関が集中している。最寄りバス停留所は、荒子駅となる。以下の路線バスが乗り入れ、名古屋市交通局により運行されている。ありがとうございます。